鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に、航空自衛隊の基地建設が始まって1年が経過したよね。滑走路を造成して島全体を航空基地にする工事が順調に進められているようだぜ。さて今回は出雲&加賀渓流、入港について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年1月12日付鹿児島の南日本新聞社が、航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載したよ。森林伐採や造成が進み、作業用らしき未舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型専用の仮設桟橋が岸壁から沖へ延び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということで、道東における基地建設が本格的に進められていると伝えているよ。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定したよね。それに合わせて、道東に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したんだ。馬毛島は大隅諸島に属し、ロケット発射基地として有名な種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2 平方 km で周囲 16.5km。島のほとんどが低地で平らな無人島だな。2005年平成17年の国勢調査ではかつて馬毛島を所有していた。タストンエアポート社当時は馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたことから、その時は有人島扱いになっていたようだね。島の位置や形状から2007年頃より、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰投した際の艦載機の、陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたんだ。その後、2010年平成22年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。滑走路整備による航空基地だけでなく上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案。種子島などにでは地元説明会を開いていたぜ。しかし馬毛島では2011年平成23年に馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生。その他にも滑走路建設などが原因の数々のトラブルも発生したらしい。そのせいで計画が危ぶまれていたが、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として2+2の公文書に表記。2018年には防衛省が馬毛島を海事空事領守る隊の拠点として活用する方針を発表。2019年タストンエアポート社との間で売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけだな。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から1月12日までの1年で建物や施設も増えたから、まるで基地のための街が出現したようだと言っているよ。馬毛島の中央部には建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用と見られる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた島の東西南北を十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは、痕跡すらも全く認められなかったんだって。防衛省の計画では基地滑走路は2本、島の北北西から南南東にかけての長さ2450メートルの主滑走路と1830メートルの横風用滑走路だな。この2本がくの字の形に交わるように設計されていて、滑走路地区の工事は2024年9月頃には完了見込みとなっているが、現時点では全体像はまだ認められないぜ。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に3本の桟橋など幹線係留施設の設置が予定されているね。こういった桟橋は現在空母化改修工事が進められている出雲型護衛艦。基準排水量19950トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸入港を可能にするものだよ。係留施設として桟橋のほか、防波堤や小波堤なども建設される予定みたい。馬毛島に大量の物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は沖合1300メートルまで伸ばす予定ということらしいんだ。馬毛島基地のイメージ図には滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が書かれているね。他にも基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空機格納庫に燃料庫や弾薬庫、桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されているよ。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは乗組員の給養や補給整備のため、年間数ヶ月は横須賀に寄港することになっているぜ。その間、関西機パイロットは空母からの離発着ができないんだが、その代わりというか、アメリカ海軍ではパイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているから、平時においては概ね年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常だな。訓練1回につき10日間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているらしい。この FCLP は空母が出港する直前に集中して行われています。陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すものですが、夜間離着陸訓練 NLP では騒音問題が発生しやすいのは予測できるよね。日本での FCLP は当初、横須賀を母港とする第7艦隊の空母関西機が厚木基地を陸上基地にしていたから、横田基地なども併用して実施されていたんだけど、両基地とも市街地が近くにあるから、騒音問題が絶えなかったんだ。それで1991年平成3年8月からは横須賀から南に遠く離れた小笠原諸島の硫黄島基地で実施されるようになっていたみたい。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km です。長距離飛行のせいでパイロットは疲労するし、航空機は疲弊、大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満として、2017年平成29年に空母関西機が山口県岩国基地に移転してから、岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたわけだな。だが、アメリカ軍の経費って日本も分担させられているんだよな。太平洋戦争激戦地だった硫黄島は距離が遠いだけでなく、今も火山活動が活発なことから、その点の不安も理由にされているんだろう。アメリカ海軍は岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているらしいぜ。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明しているよ。馬毛島を管轄する種子島の西之表市では2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるみたい。ただし西之表市議会は自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示していて、今後については市長と反対派市議の動きが注目されているんだけど、種子島島の3市町村のうち、西之表市以外の中種子町と南種子町では町も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているみたい。防衛省は海上航空陸上自衛隊それぞれに馬毛島での訓練を計画し、常に150から200名の隊員を駐在させる予定にしているな。種子島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになり、馬毛島島内には施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は種子島宿舎から定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているらしい。ということは、過疎が進む種子島で1000人近くの若い世代人口が増えることになるので、地元では地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られるぜ。さらに基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるから、種子島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもいるとか、反対の声が一部にあるとはいえ、種子島島民の総意としては自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているようだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。日本の自衛隊が運用する防衛装備品の中で、海外からの評価が特に高いのは通常動力型潜水艦で、その性能は世界一とさえ言われているよ。特に静音性に関しては文句なしに世界一と言っても過言ではないよな。そうだね。さて今回はそんな海上自衛隊の通常動力型潜水艦に世界が注目している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本においては太平洋戦争後にアメリカを中心とする自由主義の西側諸国と、旧ソ連を中心とする共産主義の東側諸国の対立が激化していわゆる東西冷戦の状態となり、アメリカの同盟国となっていた日本では自民党の佐藤栄作内閣が、1967年に共産権及び国際連合決議によって武器禁輸措置を取られている国、及び紛争地域への武器輸出を禁止するとした三原則を策定したんだ。ただしこの時点では、この三原則は他の地域への武器輸出を慎むとの表現で記載されており、当該国や第三国への武器輸出そのものを禁止するものではなかったんだよな。しかしながら、1976年2月に自民党の三木武夫内閣によって、9年前に佐藤内閣が打ち出した三原則に、いくつかの項目が書き加えられることになり、日本からの武器とは本来的に銃や砲などの火器類を指すを搭載していて、そのもの自体が直接人を殺傷する威力があるか、あるいは武力闘争の手段としてのものの破壊を目的として行動する護衛艦、戦闘機、戦車のようなものは、アメリカなどの西側自由主義諸国に対しても日本は全面的に輸出や共同開発などを禁止することが、適用されることになったという経緯があり、原則に輸出禁止と明記されていたものではなく、あくまで政府の解釈という形で堅くなに守られてきたものだったってわけだ。そのため、日本の国内防衛産業が製造する武器は自衛隊が運用するものだけとなり、生産数が少ないことなどで生産コストが高くなることに加えて、防衛費が国民総生産 GNP の 1% という枠にとらわれていたことで、日本の防衛産業は防衛装備品の開発と製造では利益を出すことができなくなり、次第に衰退していくことになったぜ。しかし、この傾向に異議を唱える声が与党自民党内に上がり始め、安倍晋三内閣の2014年4月1日、国家安全保障戦略に基づいてそれまでの武器輸出三原則に代わる、防衛装備品移転三原則が制定されて防衛装備品の海外移転事実上の輸出が承認されたな。この頃オーストラリア海軍では、運用している6隻のコリンズ級潜水艦が、劣悪な騒音が発生することや、故障が頻発することなどで稼働率が低く、その信頼性が極端に低かったことから後継潜水艦の選定を急いでいたよ。日本と同様に四方を海に囲まれて長大な海岸線を持つオーストラリアでは、後継の潜水艦については2009年のオーストラリア国防白書において定義され、2030年代の戦略環境を見据えたものとして、必要に応じ温海域での作戦行動も実施可能な通常動力型潜水艦の取得を目指すとされたんだ。この後継潜水艦は、オーストラリア周辺海域のみならずアジア地域の軍事力近代化に対応するためとして、これまでの6隻から倍の12隻を取得するとの構想で、任務としては対戦攻撃能力対水上艦攻撃能力、戦略的打撃能力機雷敷設及び探知能力情報収集能力特殊部隊潜入補助及び、脱出支援能力戦場情報収集支援能力など、幅広い性能が求められたね。オーストラリアはその後本格的な検討に入り、後継潜水艦について既存潜水艦の設計を活かした上での、設計案コリンズ級の能力向上型などや、全く新しい潜水艦の設計を実施する案が検討されたが、2014年当時のオーストラリアのデイビッド・ジョンストン国防相のコメントにおいて、コリンズ級改と新設計案が主に検討されている中で、コリンズ級の焼き直しによる2000トン級の潜水艦では、遠洋に出るにはサイズが小さすぎるとの意見が出ていることなどが示されたみたい。また、新設計の場合にはその原型艦として、ドイツのホバルツベルケドイツ造船 HDW の216型通常動力型潜水艦、214型潜水艦の拡大改良型で4000トン級や、スウェーデンは同国の A26 型通常動力型潜水艦の拡大型などが候補に挙げられ、あるいはフランスから果ている中で、日本の海上自衛隊が運用している装流型潜水艦。2009年収益開始、水中排水量4000トンもまた有力候補に挙げられていて、防衛装備品移転三原則が制定されたことが追い風となって売り込みが行われていたぜ。オーストラリアは日本と同様に原子力を軍事利用することを禁止していて、行動半径の大きな航続力が長い、通常動力型の潜水艦の導入を希望していたことから、日本の当時の最新鋭であった装流型潜水艦に興味を示しているとされ、日本が防衛装備品移転三原則を制定したことで潜水艦の輸出が可能となったこともあって、性能が優れている通常動力型潜水艦として最有力視されていたらしい。オーストラリア政府は、後継の潜水艦に搭載する武器管制システムにコリンズ級でも使用されているアメリカ製の ANBYG-1 を搭載することが求められていたため、装流型をそのまま導入するのではなく改良型として、日本と共同開発の形を希望しているとされ、その場合はアメリカも共同開発に加わるという報道もなされるなど、具体的な動きが伝えられており、このことに対してアメリカもまた日米豪3カ国の武器の相互運用性が強まるとして、装流型がオーストラリアへ輸出されることを歓迎しているとされ、日本の潜水艦が初めて輸出される日が近いと見られていたよ。当時、オーストラリアのアボット首相は日本の安倍晋三首相との関係が良好であり、その点からも装流型の導入が濃厚であるとされ、オーストラリア側は日本が2015年から建造を計画していた、先行中の動力となる蓄電池に当時世界に類を見なかった高出力のリチウムイオン蓄電池を使った、日本の装流型の改良型潜水艦11番艦王流と12番艦東流を希望しているとも伝えられ、2014年10月16日には当時のオーストラリアのジョンストン国防相が、江戸明則防衛大臣との会談の中で、オーストラリアが計画する潜水艦建造への協力を正式に日本政府に要請するなど、その導入がほぼ確実視されていたんだ。装流型では10番艦の領有までの潜行時の動力として、浮上することなく潜行したままで、推進できるスターリングエンジンによる非待機依存推進 AIP システムが搭載されていたね。しかしながら、潜行時の出力が4から5ノット程度の低速であったため、水中で高速力を得るにはこれまで通り潜行時には、鉛蓄電池によってモーターを回し、電池が切れれば浮上して蓄電するディーゼルエレクトリック方式が用いるのが常であったぜ。そのため防衛省では鉛蓄電池と比べて水素ガスが発生する危険がなく、重量容積あたりエネルギー密度が2倍以上となる強力な電池で、さらに繰り返し充放電回数も 1.5 倍長持ちになるなどの利点があるほか、満充電までの時間が短く、自然放電による電気容量の低下を抑えられ、効率放電を長時間持続できるなどの、多くの優れた特性を持つリチウムイオン蓄電池を国内企業に開発させて応流及び東流に搭載したってわけだ。このリチウムイオン蓄電池は装流型の後継である大芸型にも継承され、発火しやすく潜水艦の蓄電池としては問題が多かったリチウムイオン蓄電池によって潜行時の速度を大幅にアップさせたんだ。しかしオーストラリアは、装流型を推薦していたアボット政権がターンブル政権に代わると、日本がオーストラリアでの現地生産を拒んでいたことから、国内での建造を最重要視するターンブル首相の判断で、次期潜水艦に大穴的存在であったフランスの原潜を通常動力に変更したアタック型の導入を決定したぜ。しかし、このアタック型はフランス側の設計の遅れからなかなか建造にこぎつけることができず、痺れを切らしたオーストラリア政府はアメリカとイギリスとのインド太平洋地域での安全保障の枠組みをAUKUS発足すると、アメリカとイギリスによって提案された原子力潜水艦の導入に飛びつき、フランスとの潜水艦購入契約を破棄して、フランスとの関係を悪化させたってわけだ。オーストラリア国内ではこれまでの原子力を軍事に利用しないとの方針から、原潜の保有に反対する声が根強くあるとされ、また国内の防衛産業の質の低下から原潜の国内製造を危ぶむ声もあり、日本の潜水艦を発注しておけば何の問題もなかったとする声が上がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊が現在保有運用する多数の艦艇の中で、最大の規模を誇るのが出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻、1番艦出雲と2番艦加賀だよね。そんな両艦とも2023年11月に第1回目の航空母艦化改修工事が終了したぜ。さて今回は出雲と加賀が第1回目の航空母艦化改修工事を終えた件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。1番艦出雲は2020年度から2021年度の6月にかけてすでに第1回目の航空母艦化改修工事を終えており、その全通式の飛行甲板は今後艦載機とする F35 ライトニング 2B 型の運用に備えた耐熱所加工等を中心に実施されているよ。この第1回目の航空母艦化改修工事を終えた1番艦の出雲では、全通式の飛行甲板上に F35 ライトニング 2B 型が発艦時に目印とする黄色のトラムラインが新たに引かれ、大きな外観上の変更点となっていたんだ。今回の2番艦の加賀の第1回目の航空母艦化改修工事でも、こうした全通式の飛行甲板への黄色のトラムラインが追加されると同時に、1番艦の出雲に先んじてその先端部分の形状の変更が行われているみたい。2番艦加賀は2021年度の末から今回の第1回目の航空母艦化改修工事が行われたが、飛行甲板の先端部分を従来の台形状から四角形に改めており、外観上からもそれとわかる変化が画像級動画などでも確認できるね。この2番艦加賀の全通式の飛行甲板の形状変更は、F35 ライトニング 2B 型を運用するにあたって、その発進時の飛行甲板の面積を確保すると同時に、露天中気等に使用可能な面積も減少させないことを考慮して行われたものとなっているぜ。今回2番艦の加賀はこれらの第1回目の航空母艦化改修工事を終え、2023年11月13日から17日にかけて5日間の会場でのテスト公開を行い、所属する第4護衛隊軍の第4護衛隊が母港としている広島県の呉基地へと戻ったな。2番艦の加賀のこのテスト公開を実施中とされる動画は SNS 上にも公開されているが、四角形に拡幅された全通式の飛行甲板の右端には、これまでと同様に一旦は工事のため撤去されていたシウイスも再び取り付けられていることが確認できるよ。2番艦の加賀は一旦通常の任務へと復帰を行った後、現時点では2026年度の末より第2回目の航空母艦化改修工事が施される予定となっており、最終的な完了は2027年度に終えることになるスケジュールだと目されているんだ。逆に1番艦の出雲は2024年度末から第2回目の航空母艦化改修工事に着手されることが決まっており、ここで四角形に拡幅された全通式の飛行甲板へと大規模な工事を施される予定で、2027年度中には完了の見込みとされて、もともと1番艦出雲、2番艦加賀の2隻の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、ともにジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場で2012年から2015年にかけて建造された艦艇で、前者が2015年、後者が2017年に就役を果たしたものだぜ。建造時の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、1番艦の出雲が約1139億円、2番艦の加賀が1155億円の費用が投入されており、この建造費は最新鋭のマヤ型イージス護衛艦が1隻およそ1700億円ほどもすることに比すれば安価にも映るよね。まあそれだけイージス護衛艦は、搭載するイージス戦闘システムや兵装に関する費用が高額であることの裏返しとも言えるのかもしれないが、今後の新造艦は間違いなく1隻あたり2000億円にほど近い建造費となるのだろうな。さて出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だけど、海上自衛隊における艦式号は DDH と呼称されており、この艦式号が用いられた艦艇としては榛名型、白根型、日向型に次いで4番目という位置づけとなっているよ。榛名型は初のヘリコプター搭載護衛艦 DDH として榛名比叡の2隻が建造されたけど、すでに2021年までに退役済みで、白根型も白根と鞍馬の2世紀が建造されたがやはり2隻とも2017年までに退役を終えているんだ。榛名型、白根型ともにヘリコプター搭載護衛艦 DDH とはいうものの、艦隊後部に大型の回転翼用の飛行甲板と格納庫を装備した作りであり、回転翼機を最大で3機搭載収容可能だが、同時の離発着はできない仕様だったな。これが回転翼機の同時離発着を可能とすべく、初めて全通式の飛行甲板、いわゆる見た目の上からも航空母艦然とした外観となったのは前級である日向型からであり、回転翼機を最大で11機、3機の同時離発着が可能なものとなっているぜ。同じヘリコプター搭載護衛艦 DDH に分類されながらも、初期の榛名型、白根型はその艦名も日本の山岳の名称から命名されており、日向型や出雲型などのように日本の旧国名が当てられている点には相違が感じられるよね。極めて個人的な見解ではあるが、日向型で旧国名を艦名に命名することによって、海上自衛隊においては回転翼機とはいえ母艦であるとする意図を明確に打ち出したのではないかと感じており、艦艇の位置づけが大きく変化したように思えるぜ。いずれにせよ日向型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦日向、2番艦伊勢ともに建造を請け負ったのは出雲型と同様にジャパンマリンユナイテッド社であり、この分野の艦艇を一手に引き受ける造船企業となっているな。榛名型や白根型のヘリコプター搭載護衛艦 DDH は、三菱重工業社や現在の IHI 社が建造していたことを考えても、全通式の航空母艦型の艦艇はジャパンマリンユナイテッド社が一手に引き受けている状態で、今後もこの傾向が続くのかは興味深い点だと思われるよ。さて出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だがその航空母艦化改修工事の費用は、予算上からはこれまで2020年度が31億円、2021年度が203億円、2022年度が61億円、2023年度が52億円と段階的に必要に応じて投入されているね。この中でも2021年度の予算額が203億円と突出して大きな金額となっている理由は、今回述べてきた2番艦加賀の全通式の飛行甲板の拡幅工事が行われたためとみられ、全体の中でも大規模な工事であることは間違いないんだ。したがって1番艦の出雲が2024年度末から行う第2回目の航空母艦化改修工事に関しても同様の傾向が想定されるけど、トータルで見た場合の2隻の航空母艦化改修工事の費用総額は優に600億円を超過すると単純計算でも考えられるよ。この航空母艦化改修工事の費用の総額を鑑みれば、前述した1番艦の出雲の約1139億円、2番艦の加賀の1155億円の費用と合わせ、少なくとも1隻あたり1500億円に近い額が必要となると見て差し支えないだろうな。そう考えると当初より航空母艦として建造していれば建造費の総額としては低減させられたのではないかという過程も頭をよぎり、周囲の国々の軍事力の変化に左右されるとはいえ、先を見据えた防衛装備品の調達が一層求められると思われるぜ。費用面ということで言えば出雲型が航空母艦化して艦載機とする F35 ライトニング 2B 型だが、日本はこれまで2020年度から2023年度の4年で合計20機、総額でおよそ2997億円ほどを予算として計上、取得を促進しているらしい。さらに来年の2024年度の防衛予算上には、F35 ライトニング 2B 型を7機で総額1256億円での取得費用が盛り込まれており、これまでと合わせれば27機で総額4256億円、1機あたりの平均はおよそ157億円ほどを投入する計算となるみたい。日本は現時点で最大42機の F35 ライトニング 2B 型を調達する計画で動いているけど、すでに今決定している2024年度予算分まででも母艦たる出雲型の改修工事費用を軽く上回る金額となっており、改めて戦闘機の高額さを認識させられるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。